常事態を知らせる、いわゆる3月11日、宮城県沖を震源とする東日本大震災が発生。福島第一原発は全電源が失われ、数時間後にはメルトダウンが始まりました。しかし、こうした情報は伝わることなく、甲状腺がんを防ぐための要素剤は一部の自治体を除き、子どもたちに配布されませんでした。3月下旬には水道水から要素が検出され、町からペットボトルが消えました。4月文部科学省は学校の放射線量の基準を年間20ミリシーベルトと設定。この基準以下の学校ではこれまで通り校庭で遊んでも良いとする方針を打ち出しました。これに対して福島県内の保護者などがその基準をもっと低くするよう抗議。5月23日の交渉の結果、文部科学省は1ミリを目指すことを約束しました。5月には関東や東北地方で子供を育てている母親の母乳から尿素やリチウムが検出。6月には郡山市の小中学生14人が集団疎開を求める仮処分裁判を訴えました。7月放射線に汚染された稲わらを食べた牛の牛肉から高濃度のセチウムが検出。横浜などの学校給食でこうした汚染した牛肉が使用されていたことが明らかになりました。8月東京都内の学校でも年間1ミリシーベルトを超える校庭や砂場が見つかり、除染作業が行われるようになりました。また夏休み中、福島県内では多くの学校でプールが中止、福島県内の子どもを受け入れるキャンプが全国各地で活発化。県外へ引っ越しをする避難者の数は3万人以上になりました。安全じゃないからこうやって健康する人がいっぱいいるわけだし、みんなと一緒だったら福島県ってのどうがいいですか。9月に入ると魚介類、キノコ、米などから次々に高濃度のセシウムが検出。11月には粉ミルクからもセシウムが検出されました。こうした中、関東や東北地方では学校給食の検査が徐々に実施されるようになりました。12月集団疎開裁判が却下された日、野田総理大臣が事故の収束を宣言しました。細野大臣と枝野大臣は21日福島第一原発の放射線物質を取り除き、元の状態に戻すには40年かかると発表しました。ご覧いただいたようにですね、1年間をこう振り返ってみると本当にいろんなことがありました。で、今ね、最後にあったように廃炉まで政府の、シナリオですと40年かかって、かかるというふうに言ってるんですけど、もうちょっと長くかかるんじゃないかなというふうに私は思うんですけれども、いずれにしてもね、もう今起きたことがずっと先まで、こう引っ張ってしまうという状態にあるわけですけど、今こういうふうに振り返ってみて皆さんどんなことを思い出したかなというふうに思うんですけれども、ちょっとお聞きしてみたいと思います。武田理恵さん、福島にね今もお住まいなんですけれども、3月11日以降どういうことが一番印象に残ってますか？やっぱりその原発のこととかも結構残ってるんですけど、なんか校庭で遊べなくなったりしたこととか、なんかそういうことで学校にいろいろテレビ局の人とかが来たり、そういうこともいろいろ印象に残ってます、結構取材もたくさん1学期は来てたんですよね、同じく、福島に住んでいて今は札幌に
引っ越しをされている東真くんですけれども、東真くんは、まあ、今見てどういうことが一番こう記憶に残っていますか？まあ、2次ミリシーベルトに引き上げて、でそれで4月に学校再開したのが一番ショックだったんで、それで文科省に交渉に行ったんですね。さっき出てた、はい、交渉に東真くんは参加してたんですね。はい、一番前の列でいたんだ。いたんですけど、それでもずっとなんかこう考えてみますとか、そんなうやむやにするようなものばっかだったので長かったですもんね、はい、日はまあ最前列なんで一回発言してしまったんですけども。そうなんだ。はい、まあそれで本当にそのうやむやにされたのがもう悔しくて、まあ、一応1ミリ目指すとは言ったんですけども、何もしてないんですよね今も。だからちょっとなんか悔しいと思います。うん、なんかこうその後に引っ越しを決めたんですか？はい、それについては何かありますか？引っ越しを決めたのは、まあ、6月、まあ、5月6月なんですけど、まあ、その交渉行ってももう何も変わんねえやってことで、まあ、行ったんですよね。うん、まあ、食料とかもいろいろ福島さんのやつがたくさん福島に出回ってたんで、まあ、それも理由ではあります。うん、ね、まあ、本当にね子供でもやっぱり怒りを、ね、感じるっていうか、むしろ子供の方が怒りを感じてるところもあるのかな。はい。そうしたらですね、今席だとお隣の西方さんにマイク回していただきたいんですけど、同じようにね引っ越しされてるんですけど、西方君はどうですか？海斗君はなんか1年間でどういうことが印象に残ってますか？自分は放射能とか何も分かんなくて、あったかくなってきたのになんでマスクとか帽子とかそういう長ズボンとかそういうのしなくちゃいけないのって思ってました、ずっと。引っ越しはすんなりと行ったのかしら？なんかね、嫌だったっていうふうにも聞きますけれども、友達と離れるのが嫌で、あと転校してから友達にその学校の友達にいじめられないかとかそういうのが不安でした。そうですよね。まあ、先ほどの中でもね、集団疎開をさせてほしいっていう意見の子どもも結構たくさんいて、それについては多分ほとんど全く政府はね検討してないんじゃないかと思うんですけども、じゃあ一人だけで東京の中田さんは何かありますか？そう、私の学校は原発事故の後から、6月ぐらいから放射能の測定とか、あと食材、給食に使われている食材の産地などをよく載せてくれてたりとかしてたんですけど、早かったんですよね、はい、武蔵野市ね、早かったんです。でその結果がいきなり茨城県の長ネギから放射能が検出されてしまっていて、それがいつも学校でプリントとして配られているんですけど、配られるんだ、はい、っていう感じで、はい、出てたみたいなえ、なんでみたいな、それが食べちゃった後だったから、さらにそれ次々に、うん、その6月じゃなくて7月8月も次々にいろいろな食材から放射能が検出されて、それをプリントが毎回配られて見た時に、ああ自分食べちゃったんだなと思うとすごいショックで、なんでみたいなすごい思いました。これね、むしろ検査してるところはそういうものを見るからリアルにそういうことを感じるわけですけど、逆に検査してない人たちはね、知らないでどんどん食べちゃったりとかしてることもあるんじゃないかと思うんですけど、実際雨宮さんはどうですか？まあ、今、はい、3月11日以降のね、いろんな、まあ、ニュースもあって、今子どもたちの、うん、まあ、話なんかを聞いてどういうことを一番、まあ、感じられますか？だから去年の末にその収束っていうことに政府が宣言したっていうのが一番納得いかないですね。だって今もすごく15万人ぐらいですか、福島の人たちがずっと避難生活していて、でいつ帰れるか分かんないっていう状態の人もたくさんいる中で、なんでそういうことにしちゃうのかなっていうのがとっても疑問を感じるところですね。本当にそうですよね。そういう意味では本当に見通しもなかなかこう分からないまんまっていうのが本当に、あと、あれですね、原子力損害賠償紛争審査会の、
あの自主避難の人とか避難してない人とかで一律8万とかっていう、ね、なんかバカにしてるのかっていうもう移動の旅費にも足りないですよね。引っ越した人とかもどうなるんだってもうその辺のことももう納得いかないことだらけですね。あの川根さんはですね、まあ、普通の中学校の先生だったわけですけど、はい、今若干普通の中学校の先生ってなくなりつつあるんですがあの、まあ、非常に熱心にね、はい、まあ、こういう取り組みされてて、まあ、実際中学の先生もされてるし、はい、この間どうですかその学校の中の変化とかあるいはご自身もねいろいろあると思うんですけれども今ね子どもたちの話も聞いて。そうですねやっぱり1学期がやっぱり一番きつかったですね。本当にあの放射能のことを言っても職員もあんまり関心がないこんなことをわざわざ議論するなっていう感じだったんですけれども、まあ、2学期に入ってからあの学校給食の産地を公開するとかあの次々にあの校庭やね、園庭なんかの放射線を測ったりするで埼玉市も、放射線量を市民に貸し出すということが始まったので少しだいぶ状況が変わってなんか放射能のことについて分かんなかったら川根に引けみたいな雰囲気が出てきたんですけどね。でも外観カウンターって、はい理科室にあったっていうのは311以前から普通に、ね、全部の学校に外側カウンターってあるんですか、はい、これがそうですけれどもロシア製のラディックス 0.08 マイクロシーベルトパーアワーですね。あのこれはあの、埼玉市の教育委員会が来年の4月から中学校の理科で放射熱を教えろってことになっていたので埼玉市の教育委員会だけが全ての理科室にこれとあとウランだとか放射線を出す鉱物5点セットを送ってたんです。ウランどこで保管してるんですか。暗室の奥に閉じ込めてあります。まあね本当に、ね、たまたまそういうことで川根さんは測ったんです本当にわからないことだらけだったのが今だいぶ本当に詳しくなってきてしまったという現実なんですけども、まあ、あのこの後ですね CM を挟みまして子どもたちが実際にこの原発問題についてあの街頭でアンケートしました、ので、まあ、これからの、ね、原発徹底討論したいと思います。では一旦 CM です。この番組は皆さんの意見によって放送します。